はい、でも、大悟です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、コミュ力のいらない職業トップ5ということで、コミュ力に自信がない内向的な人にですね、向いている職業というのをですね、ご紹介していきたいというふうに思います。一応今日のね、参考文献は、一応査読系の論文とかじゃないんで、転職サービス系の会社の、調査というかデータというか発表というか、そういったものを利用しているので、いわゆるね、これ、科学的にこう、がっつり検証された内容ではないにしても、ただ過去のですね、様々なですね、内向型の人とかコミュ力に関する研究とか見ると、間違ってないだろうなというふうに思いますんで、今日はですねそんな内容でやっていきたいと思います。でコミュ力がいらない職業ということなんですが、コミュ力がない人でも内向的な人に向いている職業を今日は、ランキング1位から5位までで紹介したいと思うんですが、一応ね先に言っておくと一番最強なのは内向的な人があんまりコミュ力がいらない職業について、でそれでコミュ力を手に入れるっていうのが最強なんですよ。どういうことかっていうと、外向的な人って相手の気持ちに鈍感なんですね。鈍感だから堂々と行動できるし、誰とでも友達になったような雰囲気を作れるんですよ。ところが内向的な人って相手の気持ちとか心を読むのがうまいんですね。だから実は相手のニーズをちゃんと把握できるのは内向的な人なんですよ。だから内向的な特性を持っていて、その人が後から訓練してコミュ力を手に入れると最も成功するというふうに言われてまして、このやり方に関してはですね、番組の概要欄、コメント欄の方からおすすめの動画とか本とか紹介してますんで、これは詳しくチェックしてみてください。内向的な人でもコミュ力で手に入れられますんで、僕はまさにそういう感じなんで、はい。ではですね、第5位です。はい。やはり手に職かということなんですが、やっぱりね、内向的な人に向いている職業といえば、一つ目がこれですね。はい。機械修理系の職業ですね。なんかパソコンの修理とか機械の調整だったりだとか、多分エンジニアとかも多分ここに入れてもいいんじゃないかなと思うんですけども、こういったやっぱり手に職でこう物を修理したりするという職業なんか結構向いてるっぽいですね。でエンジニアの場合はミーティングとか要するにコミュニケーションでどういう風なこう設計にしようとかって話をしなくちゃいけないので、エンジニアの方は多分もっとコミュ力いると思うんですが、機械修理系の仕事はですね、おそらくその壊れてる部分を特定して元に戻すってことなんで、多分そんなにコミュニケーション能力なくてもできるわけなんですよ。なんでコミュ力に自信がない方は機械修理系がいいんじゃないかということでした。でこれ一応ね、これアメリカかな、のデータだったと思うので、年収はね、参考程度にしてもらいたいんですが、だいたい年収500万円程度、以上は、狙えると、はい、で成長率が 11% ぐらいですね。これ2020年までの、データではありますが、でも成長率もまあ悪くないということで、ぜひですね機械修理系とかの職業とか、そういうのね、仕事をですね狙ってみるというのはいいかもしれません。すみません、ちょっとね、炎天下なんで暑くてちょっと腕まくっていいですかね。はい。であとは一応ね、よく言われるのが動物系の仕事です。例えばペットシッターさんだったりだとかトリマーさんとかで、こういう動物系の仕事は、このデータだと6位になってましたね。はい、今日のランキングの外にいるんですけども、6位というか感じですね。はい、でキャリアキャストのデータだと10位なんですけど、ちょっとこれまとめてるんで、はい、一応ね動物系の仕事は6位というふうに入れておきました。はい、平均年収がでもちょっと低めなんですよね。200万以上は狙えるよ、間違いなくって、これアメリカのデータなんで、日本だったら400万切るぐらいかなと思いますけど、成長率 15% ぐらいと、これから増えていく可能性はありますね。コロナとかで、ペットも増えたんで、はい。というわけで、一応ねランキングの外に動物系の仕事もありますよということでした。続いて第4位、これある意味王道です。はい、こちらです。事務職系の仕事ですね。はい、ある意味王道なんですが、これ事務職の中にも、私事務職やってるけどコミュ力必要とされてるんだけどとか、内向的に事務職やってるんだけどね、社員との関係がめんどくさいんだけどみたいな方もいるじゃないですか。これ実はね、この事務系の職業の中でも、いい職業ってのがこのデータでは4つ出てるんですよ。1つ目が金融窓口系、サービス系ですね。はい、普通に受付とかこういうサービス系とかってコミュニケーション能力がないとできないというふうに思う方いると思うんですけど、金融系の窓口とか、あとはその公務員さんとか、ああいう人たちって決まったことをやるだけですよね。特に金融系のサービスなんかそうだと思うんですけども、だからコミュ力どうやらいらないっぽいです。平均年収がだいたい3万6000ドルぐらいなんで、380万ぐらいですかね、昔だと。今ちょっと円安なんで変わってると思いますけど、はい、ぐらいの、収入、400万前後ぐらいは狙えるんじゃないと、最低でもという感じです。成長率 11% ぐらいですね。であとは医療事務、はい、医療事務なんか流行りましたけれども、医療事務で、ね、成長率が高いんですよ。成長率が 22% ぐらいで、年収としてはさっきの金融窓口サービスと大差ないんですが、こういった医療事務とかもですね、どうやら向いてるっぽいよと。だから決まったルールがあって、なんかそのなんだろう
あの感情労働って言うんですけど、その自分の感情を殺したりとか相手の感情を合わせたりとかっていうことがその仕事に関わってこないっていうのが大事なんですよね。だからその接客業なんかは結構それが関わってきちゃうんで難しいけど、決まったことをやればいい仕事っていうのはやっぱり内向的な人とかコミュ力がね低い人には向いているっぽいですね。やることやっとけばあとはおまけなんで、はい。で、あとはですね、公文書保管人っていう仕事が、まあ、海外とかにあって日本にもあると思うんですけど、これも成長率 11% ぐらい、年収500万ぐらいを狙えるというものになってますね。はい。公文書保管やりたくねえと思うんですよ。公文書偽造とか改ざんとかね、一時期話題になりましたけど、まあ、こういう仕事とかも事務系の職業ですね。あとは裁判系の仕事です。とはいえ裁判系ってもなんか書記みたいな感じですね。裁判の記録を取る係です。この仕事もですね、平均年収で言うと500万ぐらいは全然狙えて、成長率 10% ぐらいなんで、まあ、割といい仕事だよねというふうに、この参考文献では、となったデータでは出ているという感じですね。というわけで第4位が事務職でした、うん、ここまではわかるね。3位から上が結構面白いですよ。はい。3位はですね、まあ、今っぽい仕事が来ます。はい。第3位、はい、これ実はですね、映像編集系の仕事です。はい。映像編集者の仕事ってのは、年収500万か600万ぐらいは全然狙えるよというふうに言われてまして、ただ成長率が気になるのが 3% ぐらいなんですよ。だから多分、映像編集系の仕事って、まあ、昔は映画作ったりとかもそうだし、まあそういうのもあったんだけど、YouTuber が台頭してから結構、まあ、YouTube でバンバンやられるようになったりとか、あとは一般人でも簡単に映像編集ができるようになっちゃったんですよ。だから結婚式ぐらいの動画だったら、多分アプリの自動生成とかでもみんな作れるじゃないですか。ってなっちゃやっぱりちょっと成長率は低いのかもしれませんが、でもまだまだその YouTuber とかでも映像編集できる人を募集してますとかやってる人がいるぐらいなんで、だから映像編集の仕事ってのはニーズはあると思うんですよね。まあ、ニーズは多いんだけれども YouTuber の影響で今後どうなるかなという感じですね。あとはまあ、YouTuber が増えたから映像編集が増えてるように見えるんだけれども、 YouTuber って最初は依頼しないでやっぱり自分でやるし、あと自分でやった方がらしさが出たりとか、あと今後動画が短くなっていったりとかする TikTok とかで、ね、ああいうのが流行ってくると映像編集をやっぱ個人がやる時代になっちゃうんですよね。そうなった時はちょっと心配だけれども、映像編集系の仕事ってのも、コミュ力がいらないということで向いているそうですね。うん。切り抜きやってる人なんかもしかしたらいいのかもしれないですね。はい。というわけで第3位が営業編集系の仕事でした。続いて第2位、はい、第2位の仕事がこちら、 SNS マネージャーです。これ意外なんですけれども、やっぱ僕ね、何年も5年とか6年とかニコニコやり始めた時だったらもっと前ですけど、個人の時代にどんどんなるよって言いましたよね。でこのソーシャルメディアマネージャー、 SNS マネージャーっていうのは、まあ、今ですね、結構ね、年収も600万とか全然狙えるようになっていて、成長率はですね、映像編集系の人たちのなんと4倍です。 12% にもなってるわけなんですね。でこの SNS マネージャーのいいところは、個人の能力がそのまま企業に転換できるんですよ。なんか例えば自分が SNS を運営をしてます、フォロワーが10万人取れましたって言ったら、これからの時代はそれを実績にして企業に売り込めるんですよ。だから例えば、大学こういうとこ出てますとか、こういうことやってきましたとか、はい、部活では一応キャプテンをやらせていただいておりまして、はい、大学は早稲田でとか、なんかそういう時代じゃないんですよ。もう要するにすぐ戦力になる人で、でもうその会社としてはその学歴とかがもうあんまりプラスにならないよねっての分かり始めてるんですよ。もちろん学歴ある人とない人を比べたら、ある人取った方がいいっていう判断されるのは当然なんだけれども、でもやっぱ実績ある人はもっと取りたいわけなんですよ。そうすると個人で SNS をやるメリットってそこなんですよ。個人で SNS バンバンやってフォロワー集めました、それを実績にして企業に自分を売り込んで採用してもらうっていう、そういう採用ルートが出てくると思っていて、大学生とかでも SNS をやってね、上手にフォロワーを集めて、それをですね、実績として企業にプレゼンテーションすることによって面接をね、有利な条件で通ったりとかするってことが結構やっぱ出てきてるので、だからその個人から企業に売り込むっていう点で SNS マネージャーなんかはすごい狙ってもいい職業だと思いますね。僕の知り合いの今はもう社会人ですけど、元大学生だった女の子とかで面白い人がいて、やっぱ SNS でなんていうその父放り出してる写真というと言い方悪いんですけど、割とこうなんだろう、水着の写真とかセクシーめの写真をバンバン上げてフォロワーを増やすんですよ。でフォロワーを増やしたらどうするかっていうと、そのセクシー系だった写真を全部消して、で徐々にですね、そのなんかちょっとおしゃれ系のね、写真とかそういうのに変えていくんですよ。でフォロワーを10万人から20万人ぐらいまで増やした状態 でそれで就活ですよ。でそれで自分がフォロワーが結構多くてこうでこうでって SNS のマーケティング興味があってとか言うと、会社側からしたらすでに10万人とか20万人いたら、いわゆる一般
般企業が持ってる PR アカウントよりもはるかに多い数になるんですよ。5万人でもいいかもしれない、まあ、10万人いくと結構キリがいいと思うんだけど、そうするとやっぱ採用されやすくなって、それでやっぱり IT 系の企業とかに入ったりとかしてる人とかっているので、うん、そういう戦い方はありかもしれませんね、はい、というわけで第2位が SNS マネージャーでした。で最後不動の第1位、これ昔から変わらないんですよね。やっぱ専門職の王者といえば、学者さんですね。一応この元になった参考文献だと地球科学者とか天文学者が上がってました。年収1000万は余裕で超えますね。地球科学者の平均年収が9万ドルなんで、まあ、大体1000万ぐらい、成長率が 16% で、天文学者の平均年収が、9万6000ドル、まあだからまあ1100万とかぐらいいっちゃうかな。はい、成長率が 10% ぐらいだった、そうですね。はい、だからやっぱりこういうのまとめて見てみると、やっぱこう人見知りとかコミュ力が低い人とか内向的な人には、まあやっぱり、まあ事務、学者、専門職系が向いていると。で、さっき言ったみたいに感情労働、まあ他人とのその感情とかコミュニケーションのやり取りがなくてもやることができる仕事ってのがやっぱり向いているというところですね。まあもちろんこれの論文ではないので、どこまでね参考にするかっていうのはちょっとまあ別ですけれども、まあただでも過去の文献とかね、いろんな研究とか見てみても間違ってないと思うんで、この辺を狙っていただいて、とりあえず職について、そこからですね、趣味とかそういったものを通じて、魅力を鍛えていくのがよろしいんじゃないかなということで、今日の放送は以上になります。はい、ぜひですね番組の概要欄、あとはですねコメント欄の方からですね、Dラボもぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、一応ね今日の続きの動画、コム賞でもできる5分間ネットワーキングトレーニングということで、コミュニケーション能力に自信がないと低い人でもですねこう上手に人脈を作っていくことができるトレーニング方法を紹介してます。やっぱりね内向的な人がコミュ力をですね後から手に入れるのが一番最強ですので、ぜひですね番組の概要欄、コメント欄、あるいはこちらのボタンの方からチェックしてみてください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。